アップルニュートンメッセージパッドアップルニュートンはアップルの販売していた世界初のパーソナルデジタルアシスタントである1992年1月に開催された CES にて当時の CEO ジョン・スカリが PDA の定義とともに発表を1993年から1998年にかけて販売された ARM プロセッサを用い 手書き認識機能を備えた。アップルはこの装置にメッセージパッドという正式名称をつけていたが、この装置のオペレーティングシステムの名称であったニュートンがこの装置と内蔵ソフトウェアを示す名称として世間では用いられていた。ニュートンは主に次の二つの理由で商業的には失敗したと言える。一つは効果であったことと、もう一つは大きすぎたことである。 また評論家はその手書き認識についても酷評した。これらの初期の問題により、ニュートンは世間一般からは名声を得ることができず、また、PDA 市場自体もパーム社がパームパイロットを製品化するまでの間に知市場のままであった。パームパイロットは小さく、薄く、信頼性の高いグラフィティという手書き入力システムを備えており、 ニュートンの商業的失敗を克服して PDA 市場を育てることができた。ニュートンは手書き入力を謳い文句にしていたが初期の頃は非常に不正確な認識しかできなかった。手書き認識システムはロシアのパラグラフ・インターナショナル社がライセンス供与したカリグラファーと呼ばれるエンジンを用いていた。 ニュートンは利用者が書く文字を学習しデータベースを用いて利用者が次に何を書こうとしているかを推測した。また画面上のどこに書き込んでもよかった。これは後のパームパイロットでは利用者が新しい表記方法を覚えて決まった場所に一文字ずつ書き込まなければいけないのと比べると洗練されたシステムであった。ニュートンは 三角や丸や四角といった単純な図形を認識して、綺麗に書き直してくれたり、引っかく動作で単語を消したり、文章を丸で囲むことで選択したり、簡単な記号を書くことで文章の入力位置を指定できるなど、直感的な手書き入力環境を提供していた。その後、ニュートンはこの手書き認識システムを互換性のために装備し続けたものの、新たに、 コードネームロゼッタと呼ばれる、活字体文字認識システムを搭載した。ロゼッタはアップルが開発し、ニュートン OS のバージョン2.0に搭載され、2.1で改良された。このバージョン2.1でロゼッタは、飛躍的に進歩した。1998年に、アップルが、ニュートンの開発をやめるまでの間に、手書き認識技術は大きく進化した。なお、 ニュートン OS2.0 へのアップグレードは、ロム交換が必要なため、有料であった。1プラスにイコールなどの手書き文字を認識して、中央に計算をするシステムも開発中であったが、主要な技術者が去ってしまったために実現には、至らなかった。ハードウェアもソフトウェアももう過去のものになったにもかかわらず、ニュートンは、中古市場において、 他社の PDA 製品よりも高値がついている。2004年現在、古いハードウェアである、ニュートン2000型や2100型は、周辺機器なしで100ドル以上で販売されている。ニュートンには、ニューテンスクリプトと呼ばれる先進的なオブジェクト、思考プログラミングシステムが用いられていた。これは、アップルのウォルター・スミスが開発した。 プログラム開発者たちの不満のためであったのは、このツールボックスプログラミング環境が1000ドル以上も、下点であった。さらに、この環境を使うには、新しいプログラミング手法の習得が必要であった。にもかかわらず、多くのサードパーティーアプリケーションや、シェアウェアアアプリケーションが、ニュートンで使えるようになっていった。ニュートンのデータは、スープと呼ばれる。 データストレージに保存され、格納された一つのデータを、あらゆるアプリケーションで利用することが可能であった。そのためユーザーは、自分で入力する項目を、極力少なくすることができた。ほとんどのデータは、保存という作業なしで保存されまさに紙のメモに、書くような感じで入力できた。メッセージパッドは、マッキントッシュの標準シリアルポート規格である。 丸いミニリン8ピンコネクタを使っていた。これはより普及している DB-9 規格のものとは違っていた。メッセージパッド2000と2100は独自の小さいフラットコネクタを備えており、変換ケーブルでつながるようになっていた。さらに、全機種に赤外線通信装置もついていた。パームとは異なり、すべてのメッセージパッドには標準、 PCMCIA 拡張スロットが装備されていた。ハードウェア的には PCMCIA のコネクターを持つがソフトウェア的な互換性は低かった。これは PCMCIA の規格が固まる前にリリースをしてしまったためである。これにより専用のモデムやイーサネット接続環境さえも用意された。i、EE、e e e 8 0 2 1 1ビット無線ランカードや ATA 方式のフラッシュメモリーカードなどのためのデバイスドライバがニュートン利用者たちによって書かれた。1XX シリーズではオプションのキーボードがつなげられるようになっており、2X00 型でもドングルを使って接続することができた。ニュートンは電話番号のダイヤルトーンをメッセージパッドのスピーカーで鳴らすことができるようになっており、受話器を スピーカーのそばに持って行くことにより電話をかけることができた。また、この電話をかけた時にもログが記録されており、カレンダーでの記録をもとに1日の行動を把握することができた。この他オペレーティングシステム上で、ファクシミリや電子メールがサポートされていたもしくは、メガヘルツ等の PCMCIA モデムカードが必要であった。メッセージパッド2000と2100は、 進化した手書き認識システム 160MHz の ARM プロセッサニュートン n 2 1バックライト付きスクリーンを搭載していた。メッセージパッドはスクリーンを横長にも縦長にも使うことができた。設定を変更すれば簡単に表示内容を90度回転させることができ、手書き入力も問題なく動作した。Apple やサードパーティーメーカーは クレジットカードや、運転免許証、名刺、現金などとともに、メッセージパッドを安全に持ち運べるケースを発売していた。これらのケースは、メッセージパッド本体よりもさらに大きく、ポケットに収まるようなものではなかったため、主に衝撃や傷から守るためのものとして用いられることが多かった。小さな着脱式のシリアルキーボードがあった。ニュートンは、 そもそもは、携帯情報端末を目指していたのではなかった。ニュートンの時代には、そのような分類すらなく、PDA とは、ジョン・スカリーが開発の後期に作り出した言葉である。ニュートンが目指したものは、パーソナルコンピューティングの完全なる再発明であった。開発の大半の期間は、大きなスクリーンを備え、大量のラムを搭載し、 高機能なオブジェクト思考グラフィックスカーネルを用いて行われていた。当初の開発目標の一つとして建築家向けシステムがあった。これは住宅の基上設計を顧客と行う際に二次元の設計図を簡単にスケッチし、清書し、修正していくことができるというものである。ニュートンの開発の主要な時期、主要な開発言語はディランであった。 この言語は小型で、効率的なオブジェクト思考リスプの一種で、今日ではわずかにマイナーなコミュニティで用いられている。その時代性から考えるに、ディランには十分な効率性があったが、ニュートンが巨大なものになってしまうことは受け入れられなかった。ニュートンがより小さいサイズで再設計された時、ディランはバウハウスプロジェクトの実験項目に格下げになり、 そのうち捨て去られてしまった。興味深いことに、ディランの特徴である、ガベージコレクション機能と OS との密接な結合は、マイクロソフトによるコード管理の革命を10年も先取りしたであろうもので、ある。パーソナルコンピューティングの再発明を行い、現代的なアプリケーションプログラミングをやり直すという、当初の目標のせいで、プロジェクトは空転し、 はい進むような進行状況になり、マッキントッシュの売り上げを食いつぶす恐れが広がっていった。ニュートンは改めてマッキントッシュの機能を補完する周辺機器として再設計されることとなった。そして、ニュートンのマーケット担当者がジョン・スカリーを追い詰めて、PDA、つまり携帯専用という視点を吹き込んだ。これによりニュートンの歴史は劇的に変貌を遂げる。 エマテ300は1997年に発表された学校向けの機器である。価格は手頃で教室で用いるのに適した頑丈なものであった。エマテは480-320ドットの16、会長グレースケール画面、スタイラス、フルサイズキーボード、赤外線ポート、およびマッキントッシュの標準シリアル、ローカルトーク用ポートを装備していた。 電源は内蔵の充電式電池を用い、最大28時間稼働可能であった。外観は緑の貝殻型で透き通っており、取っ手がついていた。これは腕の高さから硬い床に落下させても壊れないように設計されていた。この頑強な設計は、初代のアイブックシリーズの設計に影響を与えていると見られる。エマテ300は、 他のニュートン製品と共に姿を消していった。ニュートンの後継機の施策はたくさんあった。最も特徴的だったのはニュートンタブレットで書き込みができる大きな平面スクリーンであった。他には脇に取っ手と操作ボタンを取り付けたキッズニュートン動画カメラとスクリーンをフリップ式のカバーに取り付けて双方向通信が可能なビデオパッド。 パームパイロットと非常によく似たミニ2000受話器とキーボードを内蔵したニュートンフォーンなどがある。ニュートンのプロジェクトが解散する前にその技術は独立会社であるニュートンインクに移行されたが数ヶ月後スティーブ・ジョブズがアプラシオのギルアメリオを追い出して会社の実験を取り戻した際ニュートンインクは再びアップルに吸収された。それ以来アップルは ニュートンの技術を使うかバーム社と提携して新しい p d a 製品を市場投入するのではないかと推測する人が後を絶たなかったがアップルはそのような計画は全くないと否定し続けた2001年に iPod が現れるまでアップルはマッキントッシュブランドのコンピュータ製品に注力し携帯機器は発表も発売もしなかった推測の域を出ないが アップルはニュートン2.1の手書き認識システムの一部である活字体文字認識機構を MacOS 1 0 v 1 0にジャガーに組み込んだ。ジャガーはスクリーン上で挿入点がある場所にタブレットに手書きした文字を自由に入力できるようになっている。この機能はインクエルニュートンメッセージパッド2100と初代 iPhone 両端末の画面解像度は同じであるアップルが PDA から撤退し業績を回復した後も Mac 以外の携帯コンピュータを発売することは長らくなかった。2004年6月にアプラシオのスティーブ・ジョブズはアップルは新しい携帯コンピュータ市場参入への圧力を跳ねのけたと述べ世界的に見て PDA 市場は 衰退傾向にあり、需要が十分ではないとしてアップルは開発しない道を選択したことを明らかにした。なお、2001年に登場した、携帯音楽プレイヤーの iPod の OS を作成した、ピクソ社は、アップルで、ニュートンの開発に携わっていた二人の技術者が作った会社である。2007年、アップルは、新しいアームベースのスマートフォン、iPhone と、 メディアプレイヤー、iPod Touch を発表した。これらは、タッチパネルを搭載し、インターネット端末の機能があったが、ソフトウェアの追加はできず、PTA とは別の製品であるとされていた。しかし、後に、ユーザーがソフトウェアを追加できるようになり、汎用のコンピュータとして機能するようになった。iPhone と iPod Touch の OS である iOS は、MacOS テンベースであり、 ニュートンとは技術的に直系ではないものの、アップルにとっては、ニュートン以来の事実上の PDA への再参入である。アップルは PDA という言葉こそ使っていないものの、デザインやコンセプト面では、iOS プラットフォームは、ニュートンの末裔と言えなくもない。初代 iPhone デザインには、ニュートンメッセージパッドのデザイナーのうち LI-UX を、グレッグ・クリスティ、 筐体を、ジョナサン・アイブラが関わっているが、エンジニアリングは、ゼネラルマジックで、端末開発を担当していたトニー・ファデルラである。ニュートン OS は、シャープやモトローラなどのサードパーティーにもライセンス、供給され、蒸気以外の PDA 機器にも使われた。アップルの光と、影 iPhone 以前に存在した伝説的名機、ニュートン。マーケジン、2021年6月20日閲覧。 マクラーケン、ハリー、ニュートン、リコンシュダード。タイム、一瞬0040から781、XHTTP、テクランド、タイム .com、2012、06、01、ニュートンリコンシュダードタイム一瞬0 0 4 0から7 8 1 x h t t p テクランドタイムドットコム、2 0 1 2 0 6 0 1ニュートンリコンシダード2019年4月15日、閲覧。アップル、携帯端末、メッセージパッド120の OS アップグレードを開始。 pc.watch.impress.co.jp 2021年6月23日閲覧。n e w t o n,、s c r I p、t o n s c r i p t n e w t o n s c r i p t o r g 2 0 1 9年4月15日閲覧。ホナン、マット、リメンバリングザアップルニュートン S、プロフェティックフェイラーラスティングインパクト。 ワイヤード、一瞬1059から 1028HTTPS, www.wired.com, 2013-08Remembering the Apple Newton's Prophetic Failure and Lasting Ideals 2019年4月12日閲覧フライド、イナ、i p h o n e インターフェースデザイナー、グレッグ・クリスティ h r i s t i e 2 Leave a p Box, 2021年6月22日閲覧。A.B., Connie, Leander, The Story Behind the First Sing, Design God Johnny Ive Made for Apple.Business Insider, 2021年6月22日閲覧。Tech Crunch, Start Up and Technology News.Tech Crunch, 2021年6月22日閲覧。Sweating Barets, The inside of the story of the first iPhone.BBC ニュース https www.bbc.com ニューステクノロジー -385522412021 年6月22日閲覧。デザインイズファインヒストリーイズマイン。デザインイズファインヒストリーイズマイン。2021年6月22日閲覧。 アップル携帯端末メッセージパッド120の OS アップグレードを開始 pc.watch.impress.co.jp 2019年4月12日閲覧メッセージパッド 120web.archive.org2019 年4月12日閲覧メッセージパッド130 web.archive.org2019 年4月12日閲覧。ab, Apple, Newton OS の新規開発を中止。web.archive.org2019 年4月12日閲覧。メッセージパッド2000 d a t シート。web.archive.org2019 年4月12日閲覧。メッセージパッド2100 d a t シート。 web.archive.org2019 年4月12日閲覧スタイラスカウンセルザライズフォールオブザアップルニュートンメッセージパッドザレジスター www.theregister.co.uk.2019 www. 年4月13日閲覧ありがとうございます